3つの、パームについて、1分間で解説させていただくコーナーです。まずこれが基本的なクラシックパームの位置ですね。少し個人的にねコインが周りにも大きすぎるので、まあ、こんなね手の形になってますけど、これ落ちないんですね。続きましてこれが、サムパームというものになります。親指の付け根、そして人差し指のこの付け根のあたりで挟むのを、これをね、サムパームと言います。続きましてこちらフィンガーパーム、フィンガーパームと言いますのは、こんな感じでですね、こう手のこんな感じにこう仕込むという感じですね。個人的にこう左手でサムパームをするとちょっと辛いんですけども、右手でね、サムパームをする形となりますとこんな感じですね。ちょっと手の形がね、あれなので、まあこんな感じでね、こう右手もこんな感じでもやるのがこうカモフラージュにいい感じになるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。